い、ローレス役の木村良平です。カジ君頑張るよ。いや、よろしくお願いします。ねえ、昼ねえ昼公演のみということになっておりましたけれども、夜公演も、はい、カジさん出れることになりました。お願いします。ありがとうございます。サプライズサプライズサプライズ、すごいね。ウケウケ。良平くん途中で俺を天を仰いでたでしょ。だってカジくんに届けようと思ってすぐそこでずっとこうやって待ってたから。続いては木村さんのあるあるでございます。こちらドン。セリフ中で話題が核心に迫ると曖昧な言い方になったり邪魔が入って結局聞けない、じらし上手ということですか。これはこれはクレームですね。え、どうしましたこれ。ザ・バップに。え、どういうこと。対する、もうね、わかる。話題がこうやっと説明してくれんのか。お前出てきてプラララララって喋って、で、つまりない、お前の目的は何って言うと、なんか曖昧なさ言い方になるんですよ。特にあいつ。私ね、あ、うん、椿、あいつ初登場からずっとそう、変わらない。何にも教えてくれない結果。そう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 。え、なんで戦争すんのみたいな。誰先生みたいな。そうそうそう。先生ね。そうね。先生はちょっと私も2回見ましたからね。先生この出てきたっけって言うと、やっと途中でちょっとずつ俺らのこととかさ、まあ、火事のことも ね、まあ、ねちょっと解説してくれて、うん、お、やっと来たじゃん、ここで弾もこうなるからさ、お、いい展開で分かってきたと思ったらまだ秘密が残る。いい、すごい。木村さんの漫談が今日すごいですね。いいよ、すごい、木村さんすごい、プレゼンうまいよ、うん、続き見たい。うまい。じゃあそして、木村さんお芝居。いや、すっげー恥ずかしい、どうしようこれ。めちゃめちゃかっこいいやつ。いや、でもさ、ま、こんなことになるとこれほら、見に行くのかやる方なのかみたいなところもありますか。やる方ですね、はい、木村さん、こういうの僕らが言うとちょっとバカにしてきますけど。そうだよね。いいよ、いいよ、両方今日違うから。両方さん、よく言ってますけど、何よりも真面目なの。木村さん、真面目ですか。せっかくだから、ごめん、ちょっと俺、そうだ、忘れてた。ほら、ほら、ほら、スケジュール切ってるよ。お前さん、たまにはそういう話しよう。そうだよ、真面目な話しよう。お前そういうの好きすぎるじゃん。うわ、面白い。お前結構そういうのいつも言うからさ。珍しい。どういう芝居が好きなんだよ。芝居だよ、芝居だよ。わかんねえよ、一気に言うなよ。皆さん、皆さん、一緒に芝居しようぜ。そうだよ、お前らと一緒に芝居やるってめっちゃ楽しいよ、幸せだよ。みんなのおかげだよ、ありがとう。もう許してくれね。入ってる、入ってる、おい、入ってる、何やってんだよ。おい、おい、ほんとだ、入ってるよ、カッソンだ、ほんとに入ってる。すげえ、嘘でしょ。さっき入ってなかったのに。そう、すげえ。はい、ちょっと一回戻って、一回戻って。もう俺たちカッソンにテンション上がりすぎだな。みんな、こら、もうみんな、おい、お前の昼飯じゃねえよ。スタート。君たちどういうつながりなんだい。ただならぬ仲です。どうただならないんだい。具体的に聞いていいかな。愛欲に溺れています。やばいな。愛欲に色欲の二人です。勝手にうちのチームみたいにしないでよ。お前ら色欲ねえだろ。いつからいつからの付き合いなの。かれこれ地球ができてから。そういうのキャラだよ。柴崎信長じゃねえな、お前さては。難しいな。大リアルな話も10年ぐらいとか。どうやって親睦を深めんの。そうっすね、やっぱりベッドの上。違う、あのさ、徹底的じゃないの。全然答えてくれないと。ゲーム最初に色欲設定作っちゃったからさ。普段どういう仕事してるんだよ。普段どういう、あの、芝居だよ。芝居か。お前芝居好きだもん。好きだ。今日はもう芝居。お前ら何者なんだ。お前ら何者だ。え、声優です。声優です。声優か。てか役者です。だから何すんだ、声優ってのは。難しいなこれ。このコーナー難しいな。メッセージを大好き。